ん。お去年10月神戸でお披露目された潜水艦雷芸国内最大級で建造費はおよそ700億円海上自衛隊からの発注を受け川崎重工業が建造した新型です国産初の潜水艇を建造してからパイオニアとして日本の海上防衛の一端を担ってきた川崎重工業 しかし潜水艦の修理を担当する神戸造船工場の修繕部が取引先企業との架空取引で裏金を捻出し海上自衛隊の乗組員に金品や飲食代などを提供した疑いがあることが分かりました発覚のきっかけは大阪国税局の税務調査で架空取引による裏金は6年間で十数億円に上るとみられます 衝撃ででしたたいいや噂はまた聞いたことないです潜水艦って河川市場なんでね、わざわざ電気を測る意味がわからないんです、うちと大人の三菱重工さんと、えー、交互に建造してるわけで、まあ、これを取らんといかんとか、そういう、なんか動機がわからんところですね工場では、潜水艦を修理する際、社員と乗組員が共同作業するため、懇親会を開くこともあったということです。川崎重工業は 外部の弁護士らによる特別調査委員会を設置し、調査を進めています。潜水艦修理契約における不適切な架空取引の状況、自衛隊員の規律違反の疑いの調査、当該架空取引に伴う過払いの有無などについて、調査を実施しているものと。 林官房長官は今後、厳正に対処していく方針を明らかにしました。一企業の不正行為だけではないかもしれません。国が絡んでいるということで、もしかすると大きな事件の一端となる可能性もあります。えー、改めておさらいしていきましょう。この川崎重工の潜水艦をめぐる裏金で接待かということなんですが、そもそも、 潜水艦とはえ元航空自衛官の牛尾さんにお話し聞きました潜水艦は現代で最強の兵器だと言っていますなぜかと言いますと音でしか見つけられないそうなんですあの偵察衛星からも見えないレーダーも効かないということで見つかりにくいそして対抗できるのは潜水艦 のみということなんですねで、国家防衛の要とされていますで、この潜水艦なんですが海上自衛隊の潜水艦が保有数24隻ありますで、建造しているのが川崎重工と三菱重工まあ、作ったりメンテナンスも受け負っているということなんですねただなぜこの2社だけなんでしょうか潜水艦事業に詳しい関係者にお話聞きますと潜水艦事業は高い技術力と 国との信頼関係が必要なので一朝一夕で何かあのことが動くことではないのですごく時間もかかるなので新規参入は難しいといととうことなんですね今回はその裏金を作ってまで接待したのかという疑惑があるんですが潜水艦事業に詳しい関係者によりますとそもそも先ほどもありましたけども、えー、三菱重工と川崎重工の2社が担っている。 とということはそこでで別に競争は生まれなないそそうなんですね 2> んその2社でえ、今年は川中が今年は三菱がという,<ー> 1>, こう1年ごとに交代してあの担当している受注しているので、はい、そこでえライバル関係で競い合うということはないそうなんですけどもやはり同じ職場であの仕事をするということでこの人間関係や値段交渉などを円滑に進めるため自衛隊との接待というものがもう長年、状態化していたそうなんです。ただ平成10 2012年に法律がができまましししたたそして公務員相手のの接待というものが厳格化されました要はまあ基本的に公務員は接待を受けてはならないといった形になったんですね、うん、なんですけどもやっぱり一緒に仕事をする関係上良好な関係を続けるための食事会というものは残っていたそうで,でそれが行き過ぎた結果。うん 今回の件になったのではないかという話なんですで再発防止のためには元航空自衛官の牛尾さんによりますと国家機密を扱う組織に外部からの監視を入れるというのは難しいとそして組織内部での監視教育の徹底が必要ということですが立岩さんはどのように感じますかこれねあの企業よりも私は自衛隊の問題のほか深刻だと思いますよ、うん、あのこういう接待を平気で受けてねこれアメリカ軍は 確か私の経験では、ね、20ドル以上、まあ、当時日本円で2000円以上のものを受け取る時は上司に報告しなきゃいけないそれが普通ですよつまり国家機密であり国を守るという強い意志を持ってる人たちが簡単にこんな、ね、業者からの接待に応じてるという現状が極めて有識事態ですんであのでそのカージュの問題はそれは国税が入ってそれは調査すればいいんですけど自衛隊の方が。 やはり根本からねやっぱ意識を変えてもらわないとこんなんやったら外国のスパイからお金もらったら何するんですかってなっちゃうわけですからすこっちの方が深刻ですよ、はい、川崎重工業は特別調査委員会を設置し調査を進めますそして林官房長官は今後厳正に対処していく方針を明らかにしました。